暑い。暑い。暑い。暑いですね。年々暑くなってる気がします。皆さん、暑いと言いながらも歩く。そして迷う？こちら私の身長を優に超えているトウモロコシが青々と茂っています。巨大迷路ということで前が見えないだけでもかなり冒険気分が味わえます。今年で4回目となる東北最大級のトウモロコシ巨大迷路、広さ 1.2 ヘクタールトウモロコシ10万本分の巨大迷路は鏡石町の岩瀬牧場で夏限定イベントとして9月まで行われています。迷路はどうでしたか？楽しかった。なんか迷ったね。迷った。ちょっとはぐれちゃいました。迷路には参加者に涼しい気分を味わってもらおうと風鈴ゾーンも設けられていますが、それでもやはり暑い。ほとんどの来場者が熱中症対策を取る中、食べてくれた牧場の動物たちも水を入れて凍らせたペットボトルにぴったりとくっついて暑さをしのいでいるようです。ふわふわだった。ふわふわだった。日陰があるところに行こうとは思いました。はい、できる限り灼熱じゃないところに行きたいなと思います。去年の夏休みには平日におよそ120人、休日には500人以上が訪れていたという岩瀬牧場。しかし今年の夏休みの出だしは去年の6割ほどにとどまっているそうです。この暑さのせいなのか、それともお出かけする場所の選択肢が去年よりも広がったのか、たくさん来ていただけるお客様をですね、ぜひ可愛がってもらえるためにですね、動物たちのケアにも気を使いながらやっていければと思います。動物たちも体調を整えて来場者を待っています。